屋根裏レコードへようこそということで、はい、今回はですね、こちらドクトル梅津バンド&清志郎デインジャーですね、こちらの方をね語っていきたいと思います。まあこちらね、どういう作品かと言いますとね、RC サクセションのファンならもうご存知かと思うんですけど、今清志郎とね、こちらサックスの梅津和時さんと片山博明さんね、あとベースの早川竹春さんとドラムの、菊池隆さんのね、このユニットというかね、ドクトルね梅津バンドとの、コラボ作品ということでね、すでにね RC ではねサポートメンバーとしておなじみのね梅津さんたちとの、セッションなんでね、清志郎との、だからもうなんていうかな、梅津さんのソロとかはね聞いたことない人でも、まあこの2作品はね聞いたという RC ファンはねまあ多いと思いますが、自分はねリアルタイムで、まあ、手に入れてね聞いたんですけど、まあ当時はねなんか突然リリースした感がありましてね、はい、今みたいにね情報がそんなにあるわけじゃなくて、なのでね雑誌の、まあ、宝島で知ったんだと思うんですけどね、まあ、当時ね RC の情報を得るのは、まあ、宝島が唯一みたいなところが、まあ、あったんでね、はい、そしてね自分はね RC なら、まあ、リリースしたものはですねもう何でもね片っ端から手に入れたいという、その時はね欲求がありましたからね、はい、ですがねこちらはねやはり梅津さんがメインという感じでね、そこにまあ清志郎がゲスト参加みたいなイメージがあったんで、まあ梅津さんといえばねメインの活動はジャズね、まあそれもねフリージャズということで、まあちょっとね警戒したというか、自分は坂田明さんとかね山下洋介さんをその前にねちょっと聞いたことがあったんですけど、なかなかねやはり当時中学生でしたからね、難しくてまあ理解できなくて、だからこちらにもねすぐね飛びつくことはできなかったんですよ。でまあ結局ね購入したんですけど、この作品はね1982年のリリースで、まあ、40年前の2800円ですからね、はい、当時の高校生にとってはですね安いものではなかったんでね、清志郎がね参加してなければねまず買わなかったと思いますけどね、はい、というわけでね曲の方を聞いていきましょうね。1曲目はねポップアップというね、まあ、インストの曲なんですけど、まあジャズというよりかは、まあ、ポップな曲調でね非常に聞きやすくて、まあ安心したのをちょっと覚えてますね。それで2曲目から清志郎のボーカルの曲で、メロディーという曲なんですけどね、まあちょっとね、うん、RC とはやっぱり感じが違いますよね、うん、ちなみに清志郎はねこの曲で、まあ、ギターこの曲というか、まあ、全般的にギター弾いてるんですけど、なかなかのこのギターがねユニークというかね、うん、チャボがボーカリストが弾くギターは違うとねなんかね発言していたんですけどね、なかなかこれ聞くとね、まあ、分かる感じがしますね。で歌うものがね思ったよりも多く入ってるんで、まあちょっと RC のファンがね聞くのをね多分考慮したという感じのね内容にしてあるんじゃないかなと思いますけどね。ダンスパーティーはね後に RC でも演奏していますしね、あとこの曲とねラストのあなたのお嬢さんという曲では RC のね G2 がピアノで参加しております。はい、こちらはね2作目のデインジャー2ですね、4曲入りのねミニアルバムという形なんですけど、1と2がね1枚にカップリングした CD というのもあります、バンド名もねデインジャーと、まあ、シンプルに、しておりましてね、内容の方はねよりアバンギャルド色が強くなってる、もうやりたい放題さもマシマシという感じでね、もうここまでやってくれたらね素晴らしいとしかねもう言えないというね、この帯がねなんか新聞記事みたいになってまして、内容もね非常にユーモアたっぷりのね、感じで、うん、こういうのが好きなんですよね、もうこの感じからしてもね、もうふざけてるというかね、真面目な感じは一切ない。でもねそれがね大事なんですよ。今はみんなねなんかちょっと真面目になりすぎてね、ちょっとしたねユーモアとかふざけたことがね許されない世の中になってきて、
自分たちでね、なんか息苦しくしてしまってる感がしますけどね。うん。今の世の中がね、こう失ってしまったもの、それがね、この2作品にはね、詰まってるっていう感じがするんですよね。ライブエイドでもね、披露されたこれ、働く人々という曲が入ってるんですけど、これね、今では女性軽視とかね、そんなこと言われて発売中止になったりするかもしれないと。ね、極めつきはね、俺は有名という曲ですね。好き勝手通り越してね、もうやけくそって感じで、最後にね、ざまあみろって言ってね、連呼しながら終わっていくという、なんかね、うん。もうね、音の方もね、この2の方はかなりとんがったね、サイバーパンク的な、ね、音作りでね、もうこの振り切り方がね、素晴らしいですよね。かと思えばね、最後の上品な猫みたいなっていう曲では、まあ美しいね、ボサノバタッチのね、曲でね、静かにね、何もなく、はい。で、このデインジャーのね、はい、この2作品、何が大事なのかっていうのをね、ユーモアとジョークを交えてね、表現したかったのではとね、うん、歌いたかったんじゃないかなって思うんですよ。清志郎はね、以前ね、ユーモアが必要なんだとね、言っておりましてね。でも今はね、やっぱりユーモアを理解できない人たちが増えて、もういちいちね、目くじらを立て上がると。はい。タイマーズのね、ロックン仁義でも、まあ嘆いておりますけどね。うん。まあ、閉塞した社会になっているなと、まあ当時からね、思ってたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、世界でもね、独裁者が主導権を握ってる国ではね、まあユーモアなんて許されないと。そういうね、危険なね、状態に日本がなるのをね、まあ警戒してというかね、嫌って、あえてこうやってふざけまくったんじゃないかななんてね、うん、ちょっと考えすぎになるかもしれないですけど、こういうものをね、笑ってもらえる社会が必要なんだとね、あえてね、ここでね、提示したんじゃないかなと思うんですよ。はい。というわけでね、今回はね、ドクトルメズバンド&清志郎のね、デインジャー1、2をね、語ってまいりました。この動画ね、面白いなと思った方は、いいねボタンとよろしければ、チャンネル登録をね、お願いいたします。では、今回はこの辺で、さようなら。